想像力じゃないですけどがすごい全員すごいと思ってて、自分で自分の世界があるじゃないですけど、その自分の卓球であったりとか、全員すごい強い強みとか特徴を持っていて、なんか私のイメージなんですけど、すごいみんな明るい、普段から明るくてすごく強気なイメージがあるので、その全員が一つになったら本当に誰も止められないっていうか、ところまで本当に全員の力が一つで、あ、もうピタッてなったらなるんじゃないかなっていうのは思います。なんか普通、みんな普通じゃないっていうか、なんですかね、いい意味でなんですけど、絶対一人に一つじゃないですけど、絶対誰にも真似できない特徴であったり、技術だったり、気持ちの持ち方だったり、似てる、少し似てるようで少し違うっていうのが、ちょっと言葉では表しづらいんですけど、カラフルみたいな感じですかね。その虹みたいな、何ですか、何言ってんですか。なんか赤、オレンジ、黄色、緑、青みたいな、何ですかね。そう、合わさったらすごい綺麗に並ぶじゃないですか。けど一人一人の良さをこう引き立たせるじゃないですけど、がすごいあるっていうか、だと勝手に思ってます。すいません。どこまでですか？一番になれると思います。早田さんじゃないかなって思います。私自身、日本生命レッドエルフに所属させてもらっていた時に、団体戦組ませてもらって、で私が3番入れて、早田さんが4番の時が多かったんですけど、私が4番で待ってるから思い切ってやってきなっていう、その声かけだったりとか、それが早田さんにしかできないことだし、それが早田さんの良さだと思っていて、で私も安心してコートに入ることができましたし、すごく心強かったので、今回も団体戦なので、早田さんがチームを牽引じゃないですけど、そういう役目をしてくれるっていうか、そうなるんじゃないかなって思います。どの選手にも負けない、どの選手にも勝つ、全勝で金メダルを取りたい。世界卓球団体戦9月30日開幕。